明けましておめでとうございます。報徳学院学習ブログのトシです。今日は1月7日ですけれど、ね、もう明けましておめでとうじゃないよと言われそうですね。でもね、この1月7日私にとって特別な日です。実は誕生日なんですよね。この誕生日に2021年の目標、これを発表したかったんです。ですから今日明けましておめでとうございます、こう言わせてください。さて、この今年の目標なんですけれど、2021年の目標、これ1日1動画公開、とにかくこの1月7日から最低1日1動画公開、これを目標に1年間頑張っていきたいと思います。私、報徳学院という学習塾で小学校の高学年から中学生までを指導しているんですね。このために定期試験の期間とか、夏期講習、冬季講習の期間というのは動画作れなくてね、1ヶ月以上も投稿できない時あったんですけれど、今年はそんなことがないように、とにかく1日1動画公開、これをずっと1年間続けていきたいと思っています。昨年も多くの方にチャンネル登録していただきました。本当にありがとうございました。今年も頑張って動画作っていくので、皆さんどうぞ応援してください。どうぞ今年もよろしくお願いします。では次の学習動画でお会いしましょう。さようなら。